Bonjour, François です。今回のレッスンは人について質問をする。今回は2人の有名なフランス人を紹介したいと思います。その人の名前、その人の職業とどこに住んでいるかということを、この3つの情報を聞きたいと思います。と、そしてその答えですね。そしたら好きな人について聞く、尋ねることができる。もちろん今芸能人にやってますけれども、自分の家族、自分の友達の紹介ができるようになります。今回のフランス語のレッスンは、男性も女性もについての質問もできるようになりますので、非常に力、勉強になると思います。ちなみに、早速始めたいと思います。じゃあまず、彼女の名前は何ですか？Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle は彼女ですね。Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Pomme. Elle s'appelle Pomme. いいですね。Pomme というですね。彼女は Pomme と言います。第二の質問です。職業ですね。Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie?Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? 前のレッスンで Qu'est-ce que vous faites dans la vie? と聞きました。今回は彼女ですね。Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mais elle est chanteuse. Elle est chanteuse. 第3の質問ですね。どこに住んでいますか? Où est-ce qu'elle habite? Où est-ce qu'elle habite?ね、elle habite à Paris. Où est-ce qu'elle habite? どこに住んでいますか？ちなみに今のセリフが難しいのであれば、コメントに書きますので、ぜひコメントの方の綴りも見てください。やっぱり綴りを覚えた方がいいかなと思います。じゃあもう一周行きますね。Où est-ce qu'elle habite? 彼女はどこに住んでいますか？ Elle habite à Paris. 彼女はパリに住んでいます。はい、女性の勉強しましたので、今回は男性の勉強。まあ、一つだけの単語が変わりますね。彼女ではなくて、彼。だけれども、言葉はね、似てますね。elle は彼女で、il は彼。なんか、ちゃんと聞いてくださいね。il のところですね。comment est-ce qu'il s'appelle? comment est-ce qu'il s'appelle? il s'appelle M. il s'appelle M.M、まあ、M はあだ名、本当の名前はマチュー・シェディデだけれども M という原名となります。そうです、フランスにも原名がありますね。 Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle M. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? 彼の職業は何ですか？ Il est chanteur. Il est chanteur. 彼も歌手です。彼女は chanteuse, elle est chanteuse, il est chanteur. 彼は歌手です。少し chanteur と chanteuse の発音が変わりますので、覚えていただきたいと思いますね。女性の場合は chanteuse, 男性の場合は chanteur. で、il habite où? 彼はどこに住んでいますか? Il habite à Paris. Il habite à Paris. で、彼もパリに住んでいます。これでこの3つの質問ができます。人について簡単な質問ができます。ちなみに今紹介したのは両方とも歌手ですね。ですからリンクのところで、まあ、コメントのところで彼ら の曲を一つピックアップしていますので、もし聞きたいんであればぜひ聞いてください。フランスの文化をやっぱり好きになるとフランス語の上達が早まると思いますので、どんどんフランスの好きなアーティストを探した方がいいと思います。今回のレッスンで3つの立派な質問をしました。しかし、フランス語でどうやって質問を作るか、文法的なことも紹介したいと思います。次のビデオを見たいんであれば、ぜひ登録してください。LIKE をしますと嬉しくなります。それでは、フランソでした。お疲れ様です。